布施ゆきチャンネル。皆さんこんにちは、布施ゆきチャンネルの布施とゆきです。お願いします。今回は1ヶ月検診の結果報告です。はい、はい、1ヶ月検診に行ってきました、うん、やったことと結果報告をね、はい、したいと思います。思います。じゃあまず、うん、ベビーの結果報告からするか。はい、あ、そっか、赤ちゃんとそう、私が体調を見るだけ、そうそうそうっていう検診でして、うんうん、ベビーはグラムかな、うん、一番フレッシュな、うん、4036g になりました、うん、生まれた時は 2998g なので、 2990g なので、うんうんうん、1kg ぐらい増えたですね。太ったね。よかった。なんで日で割ると1日 42.2g 増えてます、うんうんうん、よかったですね。よかったですね。本当にいろいろありまして、ね、そうだね。2週間検診でどうなるかと思ったね、倍になってくれたね。うん、30回あったらいいんだっけ。うん、1日 30g が平均ですね、うんうんうん、で、2週間検診の時に 22g で、うん、で、助産師さんが25くらいあったらいいんですけどねって言ったら大号泣してたね22でそれで泣いたわけじゃないんだけどねまあ、母乳が全然出てないかもしれませんって言われて、うんうんうん、ちょっと泣いちゃいましたけど、まあちゃんと出るようにもなったし、もう搾乳器でね、あのいくらあげてるか分かるようにあげることによって大丈夫になりましたね。もう、そうだね、確実に飲んでることは分かるから、うんうんうん、っていう感じです。いや、おすすめだよね、やっぱり。母乳だとね、ちょっと直接あげてると分からないからね、うんうんうん、増えてんのかなとか不安にもなるし、うんうんうん、っていうのでおすすめです、ね、手間にはなっちゃうけどね、一回搾乳するっていう、うん、まあけどそっちの方が私は楽だなって思って、うんうんうん、なんか作業しながらできるし、うんうんうん、見る加減のも作業しながらできるから、うん、腱鞘炎になっちゃうとか言うしね、あの持ってるの、うん、手首を辛すってさ、あ、そうなんだ、そうそう、結構重労働なんだよね。そう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 、おすすめで、搾乳はマジで楽、痛くないし、うんうん、切れちゃったりもしないんだよね、うんうんうん、多分ね、なのでおすすめです、うん、でやってますね。で、うん、順調に増えて、よかった。すごいよね、 1.4 倍だよね、平均の、うん、増えてます。すごいね。結構デブデブになってきましたでかいかったよね。そうそうそう、そうだよね。他の赤ちゃんとかちょっとでかかったです、うんうん、待ち時間、うん、一般の受付で待っててさ、うんうん、新生児がいっぱい来るんだけどさ、あ、ふんふん、みんなちっちゃと思って、あ、そんな時もあったねって感じだ ね。すごい、1キロ増えたらこんな変わるんだと思って。そうだよね、でも確かに1キロってそんな変わんないけどさ、ね、私らにとったら全然変わんない。3キロの1キロだもんね。そう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 、すごいよね、それは、ね、でもやったこととしては、そうだから、せっちゃん待っててくださいって言われてね、あ、そうだ、ちょっと一緒に行ったら、ね、通されなかった。そうそうそうちょっと、あ、もうパパ待っててで、私と、ね、そうだね、あの子で行ったんですけど、うん、まず体重と、うん、あの身長、そう、横に寝かして身長まで伸ばされて、ええー、かわいい、ね、が測ってみたいな、うんうんうん、でその後、助産師さんにあの、うん、母乳指導的な、私のそうなんか終わってないですかみたいな、あと、はいはいはい、そう何グラム増えてるんで、なんかこのまま行きましょうとか、うんうん、でまあ、その時に、まあ、直接母乳にしてもいいと思いますみたいなのも出てるし、うん、って感じで言われたんだけど、でまあそうしてもいいかなって思ってだけど、うんうんうん、まあ、搾乳が楽なんで搾乳にしようかなって今のとこ思ってますね。うんうんうん、あ、でも外出とかするとやっぱ直接の方が、こう哺乳瓶とか持たなくていいから楽だけど、でもなんか結局持ってく気がするからね。まあ、うん、外出のうちはそのなんか2週間ぶりにそうしたらいけたからね。なんかなんとか搾卵、乳頭混乱みたいな、あるって言われたけど、でも2週間ぶりに吸っていけて、どうなんだろうね、うん、どんどん忘れちゃうのか。じゃあまあ、この子覚えてるかもね。うん、覚えてる。あんま気にしないタイプまあまあ、そうなったら、もうね、搾乳でいけばいいしって感じで、うんうんうん、で、まあ、外で直接あげてみていけたら、まあそれでもいいかなって感じ、うん、しようかなと思ってます。そうね、そんなこだわりはないもんね、別にね、うんうん、あ、で、うんうん、大丈夫ですかみたいな、そう、精神的にも病んでないですかみたいな、そういうのがあってで、その後、あの先生にこの子、内診してもらって、うん、この聴診器当てて、そうそうそう、うんうん、一丁前にもう普通の内診、口とかデビューじゃんね、見てもらったね。へー、口とか中とか見てもらう、私らもやってもらうようなやつを、うんうんうん、
やってもらって、可愛いね、ちっちゃい版で、そうそうそう、大丈夫ですねって感じでした。で、まあなんか悩んでることないですかみたいな聞かれて、なんか私らさ、その、うん、お尻のさ、あ、そうそうそう、穴付近がすごい赤くなっちゃってね、皮がめくれちゃって、そう、ちょっとめくれちゃってね、そうそうそう、痛そうだったので、それを言ったら、あの軟膏塗り薬をもらいました。あ、もらってたね、うん、なのでそれを塗って直していきたいと思います。はい、ね、なんで、まあでもお尻付近多分拭くからだろうね。あ、どんどん油分が取れちゃって、うん、な気がしてるよね。そうだよね、たくさん手洗うとカサカサになるみたいなね。そう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 、そんな感じだけはして、か保湿してあげたらいいのかなっていうので、いいよね、油塗ってあげたら。でもやっぱあのちゃんと拭いてあげてくださいって言ったら、やっぱそのお尻拭きでさ、拭いちゃうからって言って、なんかちょっと軽くとかにしちゃうともっとこうただれてきちゃうするから、そうやっぱ切る清潔さはやっぱ第一ですね。一番大事。そうそう、であのローションとか、そうそうそう、塗ってあげたらいいよって感じでした。あ、でも褒められたんだよね。あ、そうそうそう、なんか、あ、そうだ、その助産師さんがその薬入れてたので渡しますねって言って、で、あ、なんかそんなに叩いてるんですかねみたいな感じで聞いてくれて、なんか見てもらったら、なんかすごい頑張ってる方ですよみたいな言われて、別にこの薬いらないと思いますけどねみたいな、そう、めっちゃ頑張ってるよママってすごい励ましてくれて、ありがたいね。そう、嬉しかった。よかった、いいらしい。見せとくお尻これがあの理想のお尻ですそう、なんか全然大丈夫みたいなんですけど、よかったよかった、うん、まあでもね、綺麗に干したことないもんね。あ、そうそうそう、ね、なんかね、私らもなんか嫌だよねみたいな、お尻がちょっと垂れたら嫌だよねみたいな話してね、うんうん、そうそうそう、ちょっと塗ってあげることに、ね、はい、しました。じゃあ、あ、そう、そのお尻で泣いてんのかなとか思ってたからさ、うんうん、治っていったら収まっていくかもしれないね。あ、そうだね、確かに、うん、確かに確かに、ギャン泣きしててね。でもそう、その話してたよね。確かにお尻の穴痛かったら泣くわみたいな、で、何もできないし、かけないしってなるよね。そうそうそう、辛いよね。自分たちでも辛いから、めっちゃ気持ちわかるって思って、ちょっと直してあげることにしました、ね、そんな感じで薬ももらって、終わりました、うん、それで帰ってきました。で、遅かったのは授乳もしてたのもある。お腹空いちゃって、そうそうそう、泣いちゃって、そうかそうか、授乳してってもいいですよみたいな言われた。うん、あと待ち時間もあったね、その前の人とかの。そう、たくさんいたもんね、結構ね。そうそうそう、そっかそっかっていうので、うんうん、けどなんかそう、めっちゃ表情豊かですねって言われてなんか、確かに周りなんか大体こうぼーっとしてんのよ。おー、すごい助産師さんとかの方向いてとかやってるからさいや、可愛いなと思ってうちの子愛嬌振りまいてるわってなって。いい子じゃん。そうね、可愛いって言われたね。あ、そうなんだ。そうそうそう、嬉しいねっていう感じです。そっか、それが赤ちゃん部門。赤ちゃん部門です、うん、で、終わってあれだね、私の傷の治りとかを見てもらう。で、だね、それでもまず一瞬で終わったね。10分くらいだった気がする。あ、そんな良かったんだ。うん、待ち時間が長かったけど、へぇ、実際に傷見てもらって、お腹のへこみ、ちゃんとへこんでってるかみたいな見てもらって、うん、で、あとは多分その身長体重と、あと検尿も提出してるからさ、まあ、それの結果見て先生が大丈夫ですねっていう感じで、うん、なるほどなるほど、終わり。なるほどでしたね。そういう感じなんだ。はい、体重はゆきちゃんの、はい、あー、言わないけどね、何キロ減ったかみたいな。あ、びっくりしたびっくりした、そんな項目あったっけと思って。ね、退院から、うん、2週間検診の時でもう、うん、ゆきさんもうナウローディー7キロ減ってる。なんかさ、生まれて普通3キロ落ちてるはずなんですけど、多分そのご飯がめっちゃさ出るからか分かんないけど、退院の時ほとんど変わってなくて。うん、あ、そうなんだ。あ、そうそうそう、退院の時は変わってなくて、うんうんうん、でそっから7キロ減って見ました、退院してから。へ、怖いよね。マジもう面白かった、もう楽しかったもん、見る見る体重計乗ったらさ、確かにね、毎日毎日1キロぐらい減るみたいな。すごいね。感じで7キロ減って、そっから1ヶ月検診までは 0.4 キロ増えてます回復しちゃった停滞停滞停滞わかりやすく停滞したねそっかっていう感じです。うん、順調みたいですよ、回復は。回復順調何よりですまあでもその13キロ増えたんで、結局、うん、妊娠前から
今7キロしか落ちてないからね。あ、妊娠前プラス6キロってことですか、ね、6キロはちゃんとだから落とさなきゃなんだと思う。ちゃんと脂肪なんだと思う。なるほど、ね、それまでは胎盤とかがこうどんどんオロで出てって7キロ痩せれたんだけど多分もう脂肪なんだと思うわシンプルにね。そう、痩せなきゃダメなやつ。なるほど、ですね。いやでもボリューム作んなきゃいけないからね。そうだね、その蓄えはあった方がいいんだと思うけど。うん、確かに。え、痩せる気がするよね、母乳。痩せそう、痩せそう。え、でもさ、あの回復を見るって言ったやん、うんうん、痛み自体はさ、いつまで続いたの？ロキソニンもらってたんや、ゆきちゃん。あー、確かに。退院して1週間くらいかな。そんぐらいか。出産から10日くらい。あ、10日くらいだね。でもそう、ロキソニン飲んでるからそんなにずっと痛くないからあんまり分かんなかったけど。そっかそっか。いつからか飲まなくなったね。うんうん、なるほどね。はい、という感じです。順調です。血圧もね、普通に戻って、うん、なるほど。まあ、ちょっと上がったのかな、妊娠。まあ、ずっとほぼ一緒だったけど、うんうんうん、まあ、低血圧だったのが妊娠の臨月でちょっと普通の人ぐらいになって、はい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 、今はまた戻ります。ちょっと低い気味も、うん、低い気味に持ったって感じです。理解です。はい、っていう感じですね。経過としてはいかがでしたか。 いかがですか。聞いた感想よかったです。よかったですね。非常によかったです。やっぱり健康が一番というか、何よりだよね。そりゃそうだね、うん、よかった、よかったよ。本当に体重も増えてよかったですね、うん、1ヶ月やってみてどうですか。そうっすね、いろいろありすぎてたね。ね、怒涛の1ヶ月だったなって気がする。怒涛の1ヶ月だったね、うん、変化が確かにありすぎてだよね。どこの時の感情かわからんよね。あ、そうそうそう。何があったっけぐらいになる。ちょっとまたまとめ動画を撮ります。そうだね、1ヶ月間の、うんうん、ね、あ、でも本当にあの俺結局11ヶ月休むんだけどさ、ゆきちゃんと一緒に、うん、最初の1ヶ月は一緒にいないとお話にならんかも。あ、それはそうだね。だから会社休めない人も1ヶ月は休みましょう。休めない人も休みましょうだと思った、うん、やっぱさ、毎週毎週さ、ま、毎日毎日さ変化があるやん、この子に、うん、でそれに対応し続けなきゃいけないからさ、うん、ずっと気も休まらんし、うん、だからそう、お母さんがまだ回復してないんですよね、1ヶ月って。あ、そうだそうだ。そう、だから家のことが回らなくなると思う、お父さんが休まないと、うん、あ、それは絶対そう、ね、そう、だから1ヶ月間はちょっと頑張って家事してあげるのがいいのかなって思いますね。思うね、仕事休んでね。そうだね、うん、感じましたね。そうだね、し、まあメンタルもね、不安定だし。あ、そう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 、そうだよね、生活リズム狂っちゃうからさ、その間って、うん、し、かわいい、可愛くなってきた。あー、なるほどね、見て、見たいってことね、うん、その成長ね。絶対見といた方がいい気がする。あー、確かに。ぶっちゃけさ、最初2週間くらいはさ、うん、なんかいるなみたいな感じだったけどさ、あー、だんだんね、世話しなきゃみたいな、うん、だんだん可愛くなってきた。まあ確かに、大事かもね、1ヶ月間お世話するのは、うん、単純接種効果赤ちゃんに対して使った方がいいです。確かにパパはあれか、ホルモンが変わらないから。そう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 、うん、なんかよく合うなっていうので好意を増していかないと。本当なんだそうなんだな気がするな。あとお世話、おむつ替えるとかさ、うん、俺は入院してる時から一緒にやったりしたからさ、うん、あ、それは良かったですね。あの、スッと入れたけど、うん、里帰りとかさ、うん、あの全然知らない状態で、うん、途中から合流だと俺できないもん。あー、そうだよね、確かに。目力とかもそうだし、うん、そうだね、もうなんか2人で一緒に、え、わかんないわかんない、おしっこかけられたとかやってたから、うん、なんかできたよね、うん、なんかもう私が完璧にできててさ、それを伝授して、なんかなんでできないのとかなるもんね。やばい、それはもっとちゃんとこうしてとか、そう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 、なるもんね、うん、それは思うわ、うん、こうした方がいいかなとかできたもんね。そう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 、なんかさ、おしっこ漏れてるってなってさ、ちょっと、うん、もうちょっと奥までやった方がいいのかなとか、うんうんうん、そんな感じでね、しゃべりながらできるので、ね、やっぱ最初は一緒の方がいい気がするね、うん、いいと思いますね、うん、休めない人も1ヶ月は休む、うん、いいと思う。いや確かに、でも、で旦那さんが休めないならでも里帰りしかないのかもね、そうなると。あ、そうかも、うん、もうやっぱ1ヶ月は誰かいないと無理なので。あ、それは絶対そうだわ。休めないなら里帰りになりますね、うん、っていう感じかな。はい、はい、ということで1ヶ月検診の結果報告でした、うん、はい、よかったです。多分2週間検診の動画が上がってると思うので、うん、そことの差を楽しんでもらえればいいかなと思います。本当にもうメンタルがね、そうだね、メンタル。あ、でもその時はもう
3週間検診のメンタルが一応落ち着いた時に撮ってるんですよ、うん、動画自体は。ボロボロすぎて撮れなかった。そう、ボロボロすぎて動画とか回してる、あれじゃないですか。そんな場合じゃなかった。そんな場合じゃなかったので、はい、その時の様子を振り返ったで動画を3週間検診の時に出してるので、うんうん、そうだね、はい、それを見ていただいてこうなれたなっていうのを感じていただければなと思います。思います、はい、はい、ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。引き続き赤ちゃんの動画上げていこうと思うのでチャンネル登録して待っててください。はい、お願いします。バイバーイ。